こうなってるかな。過ぎちゃった。勝利調教師の中島俊弘調教師です。おめでとうございます。おめでとうございます。今のお気持ちお願いいたします。いや本当に嬉しいのとホッとしております。レースはどのように見てましたか。もう今日はちょっと雪が降って軽くなったんで、まあ、かなりハイペースにはなるなと思ったんですけども、いや本当に強い勝ち方で、勝ってくれました。重量についてはどうだったでしょうか。重量のことはまあ715キロまで背負ってたんで、重量的にはそんなに心配はしてませんでした。ここまで状態面などどうだったんですか。状態は、悪い方わけでもなく、まあ上向きにはなってました。改めてレースですけれども、やはり雪の中のレース止まらずに道中も行っていました。そのあたりおしゃみなにとってはどうだったんでしょうか。そうですね、まあ、ちょっと軽いのでどういう風になるかなっていうような感じはちょっと不安はあったんですけども、まあ、菊池君がうまく乗ってくれました。蓋を開けてみれば本当に強い競馬、しかもあの時計が1分16秒という時計だったんですけども、はい、そのあたりはどういう印象ですか。やっぱり、まあ、世代の王者っていうような貫禄のある勝ち方だったと思います。この馬の良さはどのあたりですか。そうですね、やっぱり障害もいいですし、まあ、スピードもありますし、降りてからもやっぱりね、足があるんで、それとかたくさんいいところがあります。さて今後ということになりますけど、どうでしょう。そうですね、今、まあ今、まあ、ポプラ賞やなんかもあるんですけど、まあどういうふうになるか今オーナーさんやなんかともちょっと相談しながら、まあ大事に使っていきたいと思います。将来的な期待感についてはどうですか。まあ結局最後にはやっぱり万円記念というものが目的、まあ、目標なんで、まあ、来年も4歳の重賞も数々ありますんで、そこをちょっとクリアしていきたいなと思います。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、今日は本当に寒い中ありがとうございました。まだこれからもあのウィーナーのことを応援よろしくお願いします。